岩木国造は、岩木国を支配した国の宮津子である。岩木市で、那須忠氏系図によると、那須国造と岩瀬国造はその光栄とされる。国造本義によれば、道奥義久多国造の親、主、とね、道口騎兵国造のうさひ、とね、岩瀬国造の県いよいよ伊兵衛命、茨城国造の畜死とね、幕田国造の新川いよいよ命。 末国像の大布 B いよいよ命は、皆立元とも命の子、市長国像の威夫、わしいいよいよ命は、剣元とも命の孫とされる。しかし、日立国風土記では、岩木軍は広国像が支配した、日立国高軍から分割して成立したとの記述もあり、領域と支配士族の系譜については文献により、異動がある。これに関しては、 地理概念の変遷といった理由も考えられ、や、首都根とウサヒ、都根の兄弟が、剣語強費命の子で、大神町に、岩木国像が、南の岩木国像と北の道尻騎兵国像に、分割され、永続した南部の広国像が再び北部に進出し、白地4年に、再び分割されたとする説がある。この説では、 剣後強皮命の別名に竹殺坂命であり、この者が岩木国蔵に認じられたものとする。ただし岩木氷の神は岩木国蔵とは別属の竹部であり、これが後におほ岩木神になったとしている。国蔵の支配領域は当時岩木国と呼ばれていた地域で、後の道の区国岩木軍。 現在の福島県浜通りのうち、岩木市北半分から大熊町にかけての地域にあたる。七世紀中央には、道奥菊多国像や広国像と合併して、多国を形成した。岩木国像の領土について、北原は、日立国風土記に記されている、道の区国の岩木軍の桑朝の村、すなわち、明治以後の大熊となっている。ありがとうございます。